こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、このよく構わぬっていうね、手ぬぐいを目にする方が多いと思います。私どもも作っているんです。実はね、こういったものが構わぬっていう手ぬぐいですね。で、釜ですよね。釜があって、輪があって、ひらがなのぬ、で、釜輪っていうことなんですけども、まあ、これの意味はね、実はあるんです。なんかね、かぼってくれるな、みたいなね、そんな意味かなとは思うんですけど、じゃないんですね。この柄っていうのは実はですね、1700年代ぐらいにすごく流行った柄なんですね。釜輪のということで、まあまあ、困難、いろんなね、その問題があって、ある。まあ、その問題にもかかわらず、その困難な、ね、ことにもかかわらずですね、弱いものを私は守るぞと、私はどんどんその弱いものに手助けするぞという意味が込められた柄がこの釜輪なんですね。ですから、日本のその伝統柄っていうのはいろいろとその、ね、柄によって意味があります、まあ、今のその釜輪なんかでしたら弱気を助け強気をくじくみたいなところで、こういった柄が流行ったというところなんですね。これ以外にもですね、あと日本の伝統柄のあるよくね、よく見る、ね、こういった柄、青海波と言われます、ね、青い海の柄、波と青海波って書くんですけども、これはどういった意味かというと、この穏やかな波の状況がずっとと長く続きますようにというね、願いがこもった吉祥柄ですね。いい柄なんですね。同じこと、まあまあその平穏無事がずっと続きますようにという意味が込められている柄です、ね、ですからこの日本の伝統柄っていうのは本当面白くって、吉祥柄、縁起のいい柄が多いんですね。ですからそういった柄をですね、一遍確かめてですね、手に持っているとか、いつも身につけているっていうのはいいものやと思いますので、ぜひですね、そんなことを考えて、本尊の手ぬぐい手にしてみてください。よろしくお願いいたします。